どうも、マザルコです。ではラスト続きをやっていきたいと思いますが、ちょっと待って、打っちゃうんだよ、これ切り替えるときごめんなさい。ちょっとびっくりしちゃったらごめんなさい。今ね、このこう、何、ミキシングテーブルで、これ、なんだっけ、ウッドティーを4つ作れたの。で、ここでウッドティーってこれあるじゃん、かける1プラス1がを作ったんだけど、このプラス2ウッドティーっていうのはこのウッドティー4つで作れるから、ちょっとそれを作ってみて、あれ作ってみて、よしで、やってみたいのよ。よし、これ作ったね。作ったで、ウッドを狩るんだけど、あれチェーンソーをどっかに持ってきたんだよな。あれ、それでこの玉はこのぐらいしまっといて、あれこれじゃないよね。あ、でもあれか、結局これは必要だから、これ持ってって、エスネイリオすごい持ってって、あ、これなんだっけ、宝石ティーも2個作ったのか。でもまずウッドティーでしょ。で、これ、リロードってどこうか。ちょっとあれかな、これ、低質燃料足りない、ちょっと作った方がいいな。なかったっけな、どっかに。この迷宮でしょ、ここ。すごい迷宮でしょ。っていうのもね、これ2回ね、昨日ね、あのレイドされかけてて2回ぶっ壊れてたのよ。じゃあちょっと紹介しますね、2階を。ここあれです、別荘っていうか第2の、ここにも扉をつけて、こうちょっと行きにくいけど、すごいね、あの建設ミスはしてるんだけど、ここ2階なんだけど、この上をね抜かれてたんですよ。なのでいろいろしました。ここに、あら、トラッパーでしょ？ここに。ここが割られてて、で、入られてたの、ここの中に。ただ、ここが行けてなかったから、ちょっと多分弾薬が足りなかったのかもしれないんだけど、2階まで入られちゃってて。なので、2階に、ただ2階に入れたところで、2階何にもないんだけど、今。何にもないんだけど、まだここ。だからこっちもちょっと厳重に、ここはね、すごい行きにくいの。ここはすごい行きにくいの。こうでしょ？かがんでこう。で、一応紹介ね。で、大間さんも1頭ね、盗まれちゃったんです。これと、とりあえずこれを、木がね、まあ、あるっちゃあるんだけど、あるっちゃあんだけど、でも一旦ね、やってみたいじゃん、これ。どんぐらいなもんなのか。じゃあ、どんぐらいなもんなのかをやるんだけど、まず初手ここで、これをやっといて、やっといた間にもう行っちゃうか。ここ、森だから。この森を、あれも持ってっか、一応。ちょっと待って。あ、いいか。なんだ。チェーンソーのこの燃料がなくなった時のために、小野さんも持ってく。小野さんどこにあった？小野さんどっかにあるでしょ。小野さんちょっと耐久があれだな。他の小野さんいた？あれ？そうか。じゃ、この小野さんって鉄となんかで、あ、ん？小野さんは鉄と木か。鉄と木か。ちょっとぐるぐるしてごめんなさい。これで、ちょっと一旦、すごいめんどくさい部屋、ここ。すごいめんどくさい部屋になっちゃった。で、ここに、一旦これで、こうして、こう。よし。あ。で、こうして、ここに、違うな。ここに入れとくかも。
一旦ね。一旦入れといて。よし、行くぞ。ちょいちょいちょい、こう、こう。で、こう。よし。よし、よし。よし。よし、行くぞ。で、一旦ちょっと燃料見る？一旦燃料、補給の燃料ちょっと見て。あ、いいね。これで、ウッドをどんぐらい。で、この後に鉱石もやったり。で、ここ、何？まだ別荘だから、あれがないんですよ。ワークベンチとか置いてないんですよね。どこら辺から行く？とりあえず。とりあえずここの森をなくすか、もう。ちょっとお腹減ってる。キノコで。回復して。キノコで回復して。で、まず飲むのか。違うな。まず飲む。飲みます。えいや、飲んでこう。バッテンのところに当たらないんだな、なかなか。下手くそか。ちょっと下手くそか。これうまバッテンのところにうまく当たんない。当たんなくてもいいか。当たった方が早くは行くだろうけど、もうそんな場合じゃないか。え、もう 9000？ 嘘だろ。すごくない？このウッドティー。うるさすぎて誰か来るかな。うるせえな、ここっつって。すごい、もう12000、やばくない？すごい。下手くそか、ちょっと。バッテンあんまり考えない方がいいのかな。これでもこうやって油断してる間に獣にやられる可能性もあるね。すごい、もう2万だよ。やばいわ、ブッドティーやばい。うまいうまいうまい。この白いやつは、あ、木材いっぱいになった。いっぱいになった、もう。うちへ帰ろう。一旦うち帰る。すごいな、あっという間すぎるな、ちょっと。これ、鉱石ティーもやりたいな。見て、この変な、へんてこりんな。あそこも、鉄強化するか。あとで。ちょっと、ウッドをしまう。ウッドしまって。よし、行くぞ。まだまだ行くぞ。リロードしといた方がいい。よし、リロードした。これ、結構さ、ブーストの時間長かったよね。長かったと思うんだよな。よし、ここを全部ハゲ山にする勢いだな、これ。この細い木やったらかわいそうか。まあいいか。見てる方、目回っちゃおうかな。大丈夫ですか？
バッテンに当たってるような気はするけど当たってない判定。すごい、もう1万だ。すごい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 すごすぎる。しまうところを考えてなかったな。すごくない？この T。獣たちもうるさすぎて怖すぎ、チェーンソーを振り回してる女がいるぞっつって獣もあんまり来ないわ。すごい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 、マジでキーなくなるかも本当にこの勢いでやったら。すごいな、ウッドティー、ウッドティー 4つのやつ、すごい。またすぐいっぱいになるんじゃない？もう2万いっちゃった。これ、木こりの商売がもうすごい倍に進んでくって。斧なんかでやってらんねえな、これ、これ。そろそろいっぱいになる？まだいける？もういっぱいか。もういっぱいだ。よし、一回帰って。ちょっと木をしまっ、どこだ、あれこっちだ、うちはこっちだ。ここからいけるっけ、いけるっけ、いけそういけそう、大丈夫大丈夫、落下、こんなぐらいの落下じゃねえ、なんともない。よし、すごい、まだブースト。これ木すごい困んないよ。これで鉱石もやりたいな。鉱石ティーはね2個あるんだけど、まだそのもっと作りたいけど、そこの先がまだ作れてない。なんかしまうとこない、なくなるかも。この次のターンしまうとこなくない？ちょっとあれ作るか。箱作るか。箱。箱作れる？箱あった、作れる。箱作ってでリロードしといて、どこに置こうかな、木。あと一旦の木ここに置くか。もう一旦のここかな、ここに一旦のやつ置くか。まだ大きい木箱、まだよし。それか2階とか、あ、ここでもいいのか、別に。ここに置いたら良くないか。まあ、一旦ここ置くか。よし。一旦ここ置いて、あれ？ここどっちだ？どっちだ？あ、こっちか。一旦ここ置いて、鉄とりあえず置いて、よし。よし、行こう。よし、行こう。よし、木だ、木。キー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 、やばい、すごい勢いで溜まっていくの楽しい。ただ木が溜まったところでマサルカロがの戦闘力は弱い、別に強くはならないけど、でも俺ね、生き延びるという上でね、なぜウッドティーを飲むとこんな、うわー、ここら辺すごい。こっち側はちょっと森にしときたいか。もうちょっとこっち側を切るか。もしこっち側行く、疲れてる、ちょっとキノコ食べて、キノコ食べて回復しよう。で、こっち側か。あ、こういうの取りたいけど、あと、2番で、エンジンかけて、エンジンかけて。よしよし。いくぞ。早い早い。判定がよくわかんないな、このバッテンの。バッテンに対する判定が。でも、こう、ま、上からこう、って。おうおうおう。やっぱ一応なんか探ってればそこに行くな、バッテンのとこに。パン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 って。
気持ちいいな。やっぱバッテンのとこにいると行くと早いから。どういったバッテン、あ、まあいいか。ここはなんでなんないの、なんでなんないの。すごい、もうよ1万4000。これ木って結構でも生えるの早いよね、多分。生え変わるっていうか、また生えてくるの。そんな気はするんだが。木足りない問題は解決だな。すぐも解決だな、こりゃ。もうそろそろいっぱいになる。この木やったらもう溢れちゃうかも。あ、もう溢れちゃった、溢れちゃった。ごめんなさい、溢れちゃった。エンジン切って、エンジン切って、リロードして。うちはどこだ。よし、うちはこっち。よしよし。でさっきの赤にぶち込んでもう一回いく。これでもし、ほんとマジでしばらく木いらないかもな、にゃー。やっぱね、貯めとかないとなくなっちゃうんだよね、すぐ。結構。よし。もう、あれいっぱいにしたらもういいか、ちょっと。そんなに。木そんなにって感じもしてきた。ちょっとブーストして木を取っといてなんだけど、こんなにも、こんなにも取れるとはですよ。こんなにも。ちょっと奥にもう生えてる。そんなことない。ここら辺の木、ここら辺の木か。すごいすごいすごい。今回木こりとコスト、ここら辺の密集もちょっと、あんまり密集しすぎてもね、成長にかかるから、成長に良くない。そう、畑とかもそうですね。あんまり密集させると大きくならない。栄養の取り合い、栄養の取り合いになっちゃうからね。木を売りたいぐらいだわ、誰かに。木少ない人、木を取ってる暇っていうか、木なんかもう取ってらんねえよみたいな人もきっとラストやってたりいる気がするから、そういう人にちょっと分け与えてあげたいぐらい。ただみんな敵を持つからちょっとあんまりですけど。これらが邪魔で、一旦キノコ食べる。一旦キノコ食べる。一旦キノコ食べる。で、エンジン。あ、エンジンかけて。あれ？かかりが悪くなって、耐久値が、耐久、え？ここの木密集や、ちょっと成長に関わるよ、これ。成長に関わる。あ、どこ行った？これまた、いっぱいになるな、これ。そろそろいっぱいかな。2万。まだいける、まだいける。この草むらがないことによって日光が当たって下の作物が育つとか、そういうのもあるかな。あのベリーとか。あ、もういっぱい、もういっぱいになった。帰ろう。ちょっとすっぱ、だいぶさっぱりした？さっぱりした？この森。森がさっぱり。森がさっぱりしてる感じがする。
そしてなんかさ、いろいろ作る、木でもさ、作れるものあるんじゃない？こんな大量。やばい、またいっぱいになる、これ。こっちに、あーっと。あ、こっち消えてんじゃん、これ消えてんじゃん。よくない、よくない。燃やさな、あ、間違えた。燃やさないと。これ。で、もう入れる。これ、もう一回行くのに、ちょっと待って、これ、奥のやつ、入ってんじゃん。あれ？あ、これか。よし。よし。ほんで、もう一回行って、もう一回行って、さすがにもう、さすがにもう木、あれ？そんなに？わ、ここなんかすっきりした気がしない？よし、リロードして。エンジンかけて。あ、かかりが悪くなってきた。あ、耐久値か。耐久値があんまりもうなくなってきたか、これ。この辺の細いのもいっちゃう？これキーやったら今度鉱石って飲んで鉱石掘りに行ってみたい。そんで武器っていうかいろいろ作って、何、雪山の方の拠点で武器作って弾をちょっとこっち側に持ってきたんですよ。なので、ちょっとこっち側で行ける、なんかこう、前に地下とか行ったように、なんかそういうのないかなってちょっと探してみようかなと思って。なんか何本あってもすぐなくなるんだから。どうせ。これなんかあれ、こんな地形だったっけって、ここ ここ知ってる人たちはここを通った時に、あれ、こんな地形だったっけってなりそう。あれ、もっと木があったような気がするけどみたいな。これ木があれ？あ、もう耐久値がない？直せるっちゃ直せるよね、何？まあ、できる？あ、これだ。くそ、これだ。あとはもうこれで。とはいえもう結構。壊れちゃったけど、あとこれでちょっと斧で一旦。これでやって、これで一旦終わりにする？もう取れすぎたもんね。さすがに。2階に木を置いとくっていう手もあるか。どうせ取れて。とレイドして2階に降り立った人が、あれ？え、こいつ、木しかねえし。2階に木しかねえし。ってなる。あ、これ、斧でも十分いっぱい取れるね。まあ、速さはあれですけど。もうそんなに速さも変わんない？いや、変わるか。さすがに。ただ、バッテンに確実にこっちの方がいけるもんね。どない？まだいける？まだいけるな。まあ、これはすごいわ。この T はすごいわ。だって箱、大きい箱、2箱ぐらい、3箱ぐらいいけたんじゃないかな。あ
とここの木を取ったら、あ、でももう一木、もう一本、一本いけそう。もう一本。だいぶしかも効果が持続が長いしね。あ、もういっぱい、もういっぱい。あ、方向音符、方向音符、こっちこっちこっち。あ、鉱石もちょっと湧いてるね。じゃあこれは、こう一旦預けたらもう鉱石じゃない、これはさすがに。鉱石ティーを飲んで、じゃない?もう、これで、また箱作んなきゃあれか。そっか、2階に、だから1個、器用の箱。器用の箱。どこもかしこも木だらけ。あ、一応入るじゃん。入るところに入れとくか。一旦入るところに入れといて。で、チェーンソーは、一旦しまって、こっちチェーンソーどこにしよう?ここの大事ボックス。大事ボックス、あ、でも、壊れてるから、ちょっと待って、壊れてるから、一旦こっちに入れといて、燃料もここ入れといて、こう。で、行こう。ちょっと木はどうせここで使うから、やっぱこっちの部屋にまとめといた方がいいよね。あの棚全部木とかにしちゃうっていう手もあるよね。よし。まだブーストしてるんでせっかくだからね。すごい数の木が取れる。これ鉱石ティーも4倍とかにしてやってみたいなぁ。なんか、ここの木も切っちゃうか。その難しい。どこにバッテンやんかった。あ、ごめんなさい。すごいな、これ。これ、多分、木さ、多分、こっちのあの雪山には全然ベリーがあんまり入ってないから、これができなかったんですよね。ただこれさ、木を切ることによって、鉱石が増えるとかもある、そういうのもあるかな?この場所ができることによって。さすがにそれはないか。あ、こっちにいっぱいある、こっちまだいっぱいある。これみんな地形が変わったって驚いちゃうんじゃない?これ。昨日レイドに来た人もあれ こんなに木なかったっけ、もっと森ってたのになっつってなるよね。全然森ってないじゃんここって。誰がこんな木こりをやったんだ、誰がこんなに木を掘ったんだってなるよね。それよりもアップデーかなってアップデー入ったみたいな。これ他のなんかあれもあるんだよ。スクラップティーみたいのもあるんだよね。それもやってみたいな。スクラップティーは、やっぱあの、ファームしてるとき、いろいろドラム缶叩いたりして、出てきたやつが増えるってことかな。それかあの、例えば、肥料を、あ、違う、馬の、お馬さんのうんちをやるときにも増えるんかな。ちょっと後で、なんつうの、あの、ミキシングテーブル見てみようか。なんかどういう時に増えるとか書いてないかな。この木たちを。どんぐらいのスパンで切って生えてくるんだろう。凝っちゃった木。これでも、こう見てて、ラストやったことない人も、これ、あの、ま、レイドされたり、お家がなくなったりするから、ちょっとそこは、ってなるけど、こういう木を凝ったり、こう、
石を砕いたりとかいろいろ作ったりとか、そういうの楽しいなっていう人はこれ見てたらやってみたくなるじゃないですか。このバッテンをこれやってみたいわってなりません？こうコツコツ系すごい好きだからどうしてもやり込んじゃう。時間がないと本当に時間が解けますよ本当に。一回これ木切ったら多分そろそろ夕暮れじゃない？そうでもないか、まだ太陽は高めか。これだから飲むタイミングもありますよね。夜になっちゃったらさ、ちょっとあれじゃないですか。特に危ないから夜。獣さん、ここら辺鉱石湧いてるぞ。これ木陰なだけで夕方ってことではない。まあすぐ帰れるところで、木はねすぐ帰れるところにいっぱいあるから、これで安全に待って、比較的安全に木は掘れるんですけど、鉱石とかってそこまで密集して鉱石ってないから、そこがねちょっと心配。こんなに木溜め込んで、ちょっと溜め込みすぎかこれ。ただあれだよね、一人じゃなくて大勢で、や何友達とかといっぱい大勢でやってる場合はさ、いろんなものがさ大量に必要になるじゃないですか。そういう時にこれはいいかもね。木こっといたよっつって、お前すげえな、なんだこの数つって、どうしちゃったんだよつって、お前こんなとこにいる玉じゃねえぞやつって言われるよ。こんなに木来れるんだったらよ、こんなとこでこんなことしてねえだよ、もっとこう、あそこら辺でこうしろよみたいな。なんか今日獣が現れないな。恐れをののいてる。こいつ木狂ったように来て狂ったようにかっ凝ってるよ木はつって。動物たちもあいつすげえぜ、あいつなんか木すげえ凝ってんぜ、なんかしんねえけどよ、あいつに近づくとやべえぜ、お前も来られちまうぜってなってんだ多分みんな。そろそろだね。そろそろいっぱいになってきた。イベントリーのところが埋まってきた。これ持続もすごいな。やっぱり前も飲んだ時思ったけど、持続がすごいからありがたい。木の場合はいいんだよな、こうやっていっぱい生えてるし密集してるけど、鉱石だよな問題は。あ、もういっぱいいっぱいなっちゃった。こんなもんでさすがにいいよね。さすがにちょっとだいぶさっぱあれだいぶさっぱりした、だいぶさっぱりしたよここらへん。ほら鉱石ティーを作ってあるから、この1倍のやつだけど、1倍っていうかスーパーじゃないけど、スーパー鉱石ティーじゃないけど、普通の鉱石ティーは作れてるから、それをほんで木をもうどうする、ここを木にいっぱいにするとして、だとしたらちょっと待って、ちょっと1枠開けたいな。ちょっと入れといて木を。で鉄を、で、箱を作る。一応ロックも作っとくか。さっきのやつと。で、ここのやつをいっぱいなんだっけ？いっぱいが。いっぱいで。一旦ここら辺に置く？一旦ここらに一個置くか。木を置いて、ちょっと待って、一回、これ少ないと、鍵が。やばい、変なとこ捨てちゃった、これ。ちょっと待って、ちょっと木、いりませんか？木、あ、よしよし。一個木。で、こうして、
こうして、ここに、まっすぐに、ここでいいんじゃない？で、ここに入れる。一旦ね。一旦入れてだ。鍵もつけて。これついてない鍵。一応つけて。あ、違う。つけて。わあ、すごい。木だ、木だ。木だ。もうちょっといけんじゃない？ どうせ入るなら、どうせ入りそうならもうちょっといけんじゃない？あ、で、こっち回収するか。取られちゃ嫌だから。一旦、低質燃料回収して。で。まだブーストしてる？あ、してないか？あ、ブーストなってんね。まだね。で、やばい、いっぱいで入れるとこない。入れるとこない、入れるとこない。ちょちょちょ、入れるとこない。あ、開けっぱなし。開けっぱ、開けっぱ。ここさすがに、さすがにこうじゃない？さすがにこうで、で、ちょっとこう。あ、鉄も一旦こう。で、どこのドアだ、これ。こうか。こうだ。こうで、こうだ。よし、こうだ。で、こうだ。ドアだらけなんですけど、うち。そろそろ夕暮れ。そろそろ夕暮れだから、あ、なんか鉄持ってきちゃった。まあ、いいか。でも結構さ、木凝ってると、疲れ、食事ゲージはちゃんと減るね。すごい。やっぱ体力使うんだ、これ。体力勝負なんだ。まあ、そりゃそうか。力仕事ですもんね。この合間にこれ、この取っちゃう。取っちゃう。グリーンか、あれが欲しいな。ブーストするためには、イエローベリーが欲しい。なんだっけ？宝石ティーを作るのに、イエローティーだっけ？確か。イエローベリーだ。イエローベリーが必要なんだよね。あ、もうブーストしてない。ちょっとブーストして終わっちゃった。じゃ、ちょっと、なんかベリーがあったのを取っていこう。よし、ベリー。で、食べちゃった、ベリー。違う違う違う。間違えちゃうんだよな。これ、こっち。こうしといた方がいい。なんかこれ無駄なもの持ってる。じゃ、植えといてまたね。キノコ、キノコ、キノコ大事で。ここら辺にもベリーなかったっけ？これ違う？これ違うか。なんかさっき凝ってて、ここら辺にベリーあるなー。後で取りに来ようって思った場所ってどこだっけ？今のとこだけだっけ？もう夕暮れ時になる。あれ？こんな感じ？ここ一帯 ここ一帯を買ったのだよね。ここ一帯を買ってしまって、太陽が降り注ぐから、ほら降り注ぐからじゃん、やっぱり。降り注ぐから。で、ベリーを植えといて、こんなもん、もっとなんかベリーあったって感覚あったんだけど、こんなもんか。これそうじゃない？あ、これイエローじゃない？やった！イエローが欲しかったんです。で、ここにまた植え替えとく。他はもうないかな。こっち側まで行っちゃって、もう夕暮れだ。そう、夕暮れで、あ、ここら辺にあれある。鉱石があるから、ここに来よう。鉱石ティー飲んだら。で、あ、ここまで来ちゃうと、ちょっと人の家があるから、ちょっと、なーって思いながらも、かぼちゃをいただいて、コーンをいただいて、こういうのもいただいて、撃たないでくださいね。私何もしません。大丈夫か？ここにまた植えとけばいいんだもんね。こう、もらったコーンを、これをこうして、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 これをみんな植えていけばいい、ここに。また。
そうすることによって、またここの人がこれが食べれるようになると。なると。よし。帰ろう。夜は危ないから帰ろう。ただすごい量の木材が手に入った。これでもう一生大丈夫じゃない？てか、何気に、雪山の方ので、あんまり木凝ってないから、向こうは木足りないっていうのはあるんだよな。まあ、向こうは向こうで別に、やればいいか。向こうで木をやればよかった。こっちでじゃなくて。まあ、そういうこともありますよね。まあ、ただ、ちょっと待って、大間さんの餌大丈夫かな？ピクルスとかもちょっと買ったんですよ。買って、あ、うんちすごいしてる。うんちうんち。うんちすごいしてる。うんちはここ。こう、こう。こんな感じ？平らになったね。で、なんかね、お馬さんね、あ、全然食欲ないか、これ。それか、お気に召さないのか。ピクルスをこうしておいて、みたいな。大丈夫？体調。あ、大丈夫だわ。体調大丈夫だわ。あ、お腹いっぱいなのね。そういうことなんね。まあ、こんだけ入ってれば大丈夫か。さすがに。ね。よし。すごい量の木が手に入って、また夜が来たので、旦。あ、いっぱいなんだ、もう。これを回収しなきゃダメだったんだ。いっぱいだと消えるんですね。ほんで、宝石まだあったよね。あるある。これを、こういうとこにじゃぶっ込んでいこう。で、ここも、こうして、こうして、ちょいちょいちょい、こうして、こうして、こう。で、こう。木はいっぱいある。木を持って。ここはこんなもんでいいのか？一旦全部満タンにして、奥は？奥は、あー、そういう感じか。こう、鉱石やっぱちょっともうなくなってきてる？これ線にしといて、じゃあの、奥のやつに、こうして入れとく。で、木炭。ここ木炭ゾーンにするか、ここ。ここ木炭。木炭にして、で、ここは入れ替えたいな、さすがに。あれと。食料はここだよね。じゃあ、食料ここに入れて、で、一旦整理しないとね。なんだこの箱って思ったから、木。で、ここにベリーは入れて、黄色のあれが揃った。もしかして、ああ、ダメか。に、鉱石ティー、鉱石ティーさ、鉱石ティー、イエローベリーでしょ？鉱石に増やす。これさ、イエロー、ブルーベリー、イエローとブルーベリー、イエローとブルーベリー、イエローとブルーベリー。これ、もしかしたらいけんじゃない？イエロー。スーパー鉱石ティーいけるんじゃない？もう一個作れるもんね、これ。
で、こう、こう、こう、作れる、作れた。で、これで、あ、できた、できた。ちょっと待って、これできたぞ。あ、そっか、これ別にこうして、4つまとめれるのか。すごい、すごい、すごい、すごい。で、一旦ここに、ここは木はもったいない。ここはちょっと鉄入れて、なんか鉄、間違えた。鉄って他にどっかに入ってたっけ？鉄をあそこに入れよう。鉄石。鉄。で、これをちょっと木を回収して、できるだけ回収して、で、ねえ、ここ、あれ、どこだっけ？今開けたの。あれ？開いてない。あれ、どこだ？あ、ここか。ここに木をわーっと入れて、で、石を回収して、で、木を入れて、回収。で、こっちか。木を回収して、石をここにバーッと入れます。で、また木がこれで、ここに入る。で、なんだこれは。すごい。で、これらを、あ、木と違う、木と違う。これらを一旦、違う違う違う。ここはちょっといらないからこうして。で、ここに、鉄入れるでしょ？で、こっちに、ちょっとベリーの種は入れといて。で、ここに、あー、ここ衣服か。衣服を一旦こうして、一旦ちょっとこう、ツール系、ツール系こっちだな。ツール系ここに入れて、針もこれ使わなくなったピストルあったら、よくないですね。これもいらないっちゃいらない。ここにとりあえず入れて、で、肥料は一応大事ボックスに入れとこうか。ツール系をこっちに、違うな、こっちじゃないな。こっちにちょっと入れて、こうして、はあはあ。ほんで、で、ここどんな？ここは石、鉄、木。あ、こっちに入れられるね。よし。で、こっちの木を。一旦ここをこうして。あ、で、そうだ、ここの炭もいっぱいになるから、ここを開けといて。こうして、こっちに木を入れる。で、向こうは炭の 気持ち悪いんだけど、木ばっかで。あれ？もう木ないっけ？あるな。こっち、ちょっと待って、一旦こうして。
やばい、うんちがここに1個ある。こうして、結局、今どんな？ああ、ここに、こうか。あ、間違えた、こうか。硫黄も焼いてって、薬系を、これさ、どうしても置けなかったの。ちゃんと揃えて、こうやって、こうやって入ってやったけど。そういうやつです、これ。そういう。これいらないよね。これね。もう、木戸屋の時代じゃないもんね。いいか、これ。作れるしな。捨ててしまえで。これはどこに入れよう。一旦ここは全部木でいっぱいにする。あともう一個、でも結局鉱石をさ拾ってくるじゃないですか、今から。だから鉱石を入れるための箱も用意しとかなきゃいけないことになるよね。一旦これでなんとなく お茶を濁した。ほうほうほう。鉱石入れがきっと必要になるよね。もう一個箱を作るか。もう一個箱作るか、これ。もう一個箱作るか。これ作って。で、ここにもう一個置くか。こっちだと超邪魔だもんね。ここだな。ここに一旦置くだな。で、鉱石置いて。だね。夜が明けるまで待って。あ、もう開けてきた？あ、もうちょっと開けてきた。これ鉱石の時代じゃない？よし、鉱石の時代だ。で、ここに、ちょっとすごい、ちゃんと並べたい。ちょっと綺麗に、ちょっと斜めじゃない？よし。で、黄色く。OK。こう。で、ここに鉱石を入れると。戻しといて。一旦ね。入れちゃってもいいかも。入るかな。入れなくてももういいんだ。この数的には大丈夫。こっちの硫黄のところがちょっとこうした方がいいね。オッケー。あ、ちょ、キーしまいたいんだけど。キーしまいたいんですけど。あ、いいか。ここに入れとけ。うちもなんか、なんとなく。これはなんだこれ。で、鉱石ティーを、あ、そう、これを、そうそうそう、だからスーパー鉱石ティーにすな。スーパー鉱石ティーにする。よし、スーパー鉱石ティー。よし、できた、スーパー鉱石ティー。で、鉱石を掘るときは、ジャックナイフ、ジャックナイフじゃねえや。ジャックハンマー。でもしダメになったときに1個これを持っとく。完璧じゃない？ちょっと。完璧じゃない？ね。鉱石1個。別に、あ、お腹空いてるから、ちょっとお腹はちょっと満タンにしとこう。ちょいちょい。お腹を満タンにしといて。で、水も飲んどいて。よし。よし、いける。よし、いける。ちょっと鉱石がありそうなところのまで行って飲もう。まず、この近所、初手、近所。
チュアとかもあるのかな。よし。ここら辺にもちょっとあったよね。石鉱石。ここから始まって、向こう岸まで行くか。向こうにも結構ありそう。よし。その作戦で行きます。じゃあ、まず飲む。飲みました。どうなんこれ。結構すごい。すごいんじゃない ?800 取れてるよ、一回に。結構これはすごい富だ。あれ思ったより鉱石ない。向こう岸か。向こう岸行くか。これ降りれる?あ、大丈夫?あ、大丈夫か。向こう岸にある。見えた。こう、お馬さんで行った方がよかった。まあでもお馬さんだとちょっと怖いんだよな。しかも、お馬さんさ、止めた位置わかんなくなんだよ、お馬さんの子。あれ、どこにお馬さん置いたっけって、だから、お馬さん代わりるときは印をつけるようにしてるんだけど、なんか、鉱石掘りに行くとき、なんかそういうの忘れちゃって、すごい遠くまで行って帰るときに、死、みたいな未来が見えるから、歩きで行きます。歩きで行って、テスト用ね。あ、鉄あるあるある。あるぞ。やっぱすごい取れてる気がする。一回のトントントンで。一回のトントントンで結構いけてるんじゃないかな。ほら、あれが我が城ですよ。あれがね。目立っちゃったね。えらい。えらい目立っちゃったわ。もう。あれいつやれてもおかしくない。昨日ね、やられてるから、2階を。2階侵入までをされてるから、はしごかけられて。で、お馬さん1頭盗まれて。でもね、被害はそれだけで済んだし、ワークベンチとかもこっち側には置いてないから、そんなに美味しくないしね。あれ?あんまないぞ。あれ?向こう側から結構見えた気がしたんだけど、嘘?それ。あれ?ここってこんなにない?石。あれあれ?せっかく飲んだのにあれあれ?あれもっとと、ボコボコ、もっとボコボコしてほしいんだけど。なんで?せっかく飲んだのになんで?スーパー鉱石ティーなんだけど。あれ?こういう端っことかにさ、あるじゃないの?おかしいぞ。もっと下?こういうとこ?ん?石はあるけど。ちょっと思ってたんと違う。ちょっと思ってたんと違う。もうちょっと下まで降りてみる、これ。下まで降りてみて。大丈夫これ。大丈夫か。こっち側にもないね。向こう側も、なんか島みたいになってるけど、なさそうだな。え?やばい、無駄に飲んだ、これ。もっと場所を探しとくべきだった、これ。こういうキワキワの、向こうはどう?そんなに見えないな。そんなに見えないんだけど、どうだった?あ、あそこの上にちょっとあるけど、クマがいる。クマゴロいつあそこに。水遊びしてるクマゴロは。クマゴロに注意。あ、この上にもあるんじゃない?あるある、あったあったあった、やっと見つけた。やっと出会えた鉱石に。鉱石って探すとないよね。あ、イノシシがいる。おっと、なんだ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 、鹿さんか。鹿さんは、生き延びてください、鹿さんは。鹿さん一番この世界で弱いんじゃない?
なさすぎじゃない？ちょっと。なさすぎじゃない？これ石だもんね。ちょっともうね、石の時代じゃない気がする。まあ、いっか、でも、ああ、でも向こうにある、ある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 。見えた、見えた、見えた、見えた。ああ、ある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 。あるある、あるある。あそこなんだ？フェリーターミナル。あ、前回か前々回に、あそこら辺の近くに拠点を置いたところだ。あ、あそこから地下に行けんじゃん？地下の、戦い。地下の戦い行きたいな。ちょ、これ鉱石集めて、鉱石ティーを飲んでるからね、今ね。今は血迷わないで。ちゃんと鉱石集めといて。今、スーパー鉱石ティーを飲んでるから。あ、ちょっと。私は鉱石しか持ってないので狙わないでください。なんかここら辺住んでる人いそう。この音を嗅ぎつけてきそう。音を嗅ぎつけてこないでほしい。ああ、ここら辺も平地っぽい感じか。ああ、っていうことは上の方がいいね。上に行こう。この上。この上に。ちょっとあって、今ちょっと熊五郎の足音がした気がするけど、気のせい。気のせいであれ。気のせいか。気のせいであった。ヒュー。これ上登っちゃったら思ったよりなさそうな気がする。あ、石がある。あ、人が住んでますか。あんまり音出すと良くないですか。やっぱね。あ、ブルーベリー欲しい。ブルーベリーだけ。すみません。ブルーベリーいただきます。で、間違えて食べちゃうから、違う違う、これは植えといて、ここにまたね、入るように植えといて。で、あ、ここすごい。ここなんか森の中なのにすごい。そんなこともあるんだ。こんな森の中にこんなに石が生えてることもあるんだ。共存してることなんて。これ石も取っとくか。ベリーない？イエローベリー。ちょっと鉱石ティーもっと作りたいんだけど。ダメだ、あそこの家の人が怖い。ちょっと待って、あそこ抜かれてる。ちょっと待って。レイドされてる？何ここ？どういう状態これ。あ、こういう建築なんだ。ごめんなさい。すいません。なんかあそこが空いてたけど、ああいう建築なの。あそこ行くとき、なんか撃たれそうだよね。なんか撃たれそうだ。石でもいいか。もったいないもんね。せっかくブースト。あ、1000、普通は1000だけど、350多いんだ。1350だ。大変石。もう石みんなさ、必要ないから、きっと石をあんまり叩いてないから石がいっぱいあ、あるみたいな感じかな、これ。行った！やばい！負傷した！負傷しました！体力が。体力が減りました。これ、作れない、バンドエイド。バンドエイド作れないか。待って、これでバンドエイド作れない？こんな、流暢に、クラフトしといて、その間に、どこまで来た？あ、でもこっから家に帰る方向に進めばいい。で、はい、巻いとこう。よ
死んじゃうよ。誰にもやられてないね。まあ、それか落ちただけですから、この怪我は。ただ落ちただけ。崖から。いや、あの距離、あのぐらいいけると思ったけどな、ダメだったな。全部やったら回復？完全回復？よし、完全回復？じゃない？よし。なら、これ上手だ。で、よし。で、ちょっとこっち側に帰る感じにしようか。普通の石はいっぱいあるなぁ、やっぱり。ね、普通の石はいっぱい。今どんな？まだいける。宝石、普通のなんか鉄とかそういう、あれ？方向が違う、こうか。こっち降りて、待って待って、そっちの上にあるんじゃない？お、石だらけだ。こういうのは別に、あ、向こうにあるじゃん。あ、でもあれ罠かな？罠かもしれない。ちょっともう持てなくなるか？そんなに。あ、ここら辺はある。あ、ここに人が。大丈夫かな？今やって。いないかな？お留守かな？お留守であれ。まだ持てるなら、一旦向こう、罠かもしれないけど行くのあり。うん、行こう。あんだけ湧いてるから行こう。鹿さんね、びっくりしたよ。ちょっとびっくりしたよ、鹿さん。早いね、鹿さん。逃げて逃げて。まあ、逃げたとしても、私は何もしないけど、その先に熊五郎がいたりするから気をつけて。ほんと。容赦ないんだから。まあ、生きるか死ぬかの戦いですから。やっぱ、ちょっと後半になると、ああ、お家がある。後半になってくると、これ1週間かな？ 1 週間のサーバーかな？ 5 日か1週間か。そんな感じなんですけど。こうなるとやっぱレイドされちゃうとさ、やる気失せますよね。きっとね。だから、今の時間、てかこの時間静かになっちゃってるのかな？もうそろそろ、もうそろそろ、終わりっていうか、あれに多分、また、リセットが来ると思う。ここは大丈夫か？ここは大丈夫だね。このぐらいの段差飛べなかったらまずいって。ああ、なんか。こっちは、一旦帰るか。そろそろマジで一旦帰るか。結構取ったもんね。あ、もう、ここのイベントリが埋まってきてるってことは、結構取れてる証拠。これは普通の石か。普通に取れてる証拠なんで。ベリーも取っちゃってるのは良くないか。キノコは食べたいな、これ。3つ食べちゃう。おいしい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 。よし。食べて。こういうとこにいるときは、これを構えた方がいいか。ん？こっちだな。あれも石だ。もうちょい、鉄鉱石と硫黄がもうちょいあったら最高。石だな。ごめんよ、石さん。掘ってあげられなくてごめんよ、石さん。あ、あ、あ、お？大丈夫かな、これ、ここで。いないかな。あ、もうダメだ。もうダメだ。ない。もう無理無理。鉄鉱石だけか。いけるね。よし、もういっぱい。もういっぱいじゃない？さすがに。
さすがにもう帰ろう。でも結構いっぱいになるの早い気がする、やっぱり。お荷物が。お荷物いっぱい早い。結構こっちまで来ちゃった？これ。でも大丈夫だよね。そんな人いないよね。これ、工事機を取って、だ火薬とかたまるから、これで、で、セミライがあるんですよ、今、こっち側の家に、雪山の方で作って、こっちまで持ってきたんですよ。ヒーヒー言いながら。危ないよって言いながら持ってきたんです。なんで、あそこのフェリー乗り場だっけ？フェリーターミナルか。あと、なんだ？ここら辺もなんかさ、できするんじゃない？あと、さ、確かだけど、牧場ってさ、地下行けるんじゃなかったっけ？なんか牧場から地下行けるとかあったよね。そこに行くのもありだよね。地下。なんで体力こんな減ってる？疲れて？あれ？なんか落ちたっけ？またどっかに。体力は100じゃない。まあ、いっか。これ帰れたら素晴らしい。あ、まだあるけど、もう持てないよね。ちょっと一旦ちょっとやってみる。あ、持てない持てない。ごめんなさい。あ、鶏さんおった今。うわー、ここら辺さ、自然が豊かでいいんですよ。なんか、自然が豊かで。ちょっと家こっちだ。あ、こっちにもあんじゃん。ちょっと、こっちにある。ちょっと、ここを、ちょっと一旦、地図上で、こうやって、今どこにいる？こうやって、ポツンってやっとこ。で、この無駄なやつはいらない。で、ここでお家に一旦帰って、こっち側だったか、正解は。正解はこっちが、まだブーストアクティブ。ブーストアクティブだから。一旦これしまうじゃん。馬で行く？いやー、でも馬を失いたくない。今、お馬さん、すごい速いお馬さんがいるんだよ。で、これさ、全部さ、上んとこもさ、あれにしたい。金属。お馬さんの小屋は仕方ないか。お馬さんの小屋は仕方ないとして、どこにしまうようにしたっけ？ここか。一旦ここにバーッと、バーッとね、バーッと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 、この、入れて、なんか落とした？誰？誰か来た？で、ここに石しまって、フェリーはこっち。なんか誰か来た？なんか足音すんだけど。気のせい。あ、誰かいる。誰かいる。誰かいる。怖っ。わ、誰です？去ってったかな？いや、いるな。いるな、外に。誰ですか？ちょっと待って、外にいる。私は鉱石掘りに行きたいだけなのに。外に誰かおるぞ、絶対。ここ、ジャックハンマー失いたくないけど、これだけ持っていくか。で、別にここで死んだとしても、すぐ生き返って。上から見てみるか。上、その時の上じゃん。よし、上から見よう。上から見てみよう。こうして。昨日ここレイドした人かな？これ、出待ちしてるんじゃない？下で。ここにいたりして。いない？いない？いない？
バシャバシャ落としたんだけど、いない？いないか。どっか行ってくれた？張り付いてない？ここ、いない？この出入り口。いないか。いないか。いないか。よし。いないわ。よし。やだもう、でもここはあんまり物資が、その物資が、あ、こう、あるっちゃあるけど、ないっちゃないよ。だって、木と、木ばっかりあるからね、今。こんなうまくはないぞ。まあ、これだけ持っていく。もしかしたらいるかもしんないから。これだけ持って、多分でも向こう側に行ったと思うんだよね。だからこっちじゃないと思うんだよな、水のパシャパシャ音的に。私はちょっと今ティーを飲んでるんで、ちょっともうちょっと鉱石を掘らせていただきたく存じるから、戦いたくないんだ。で、地図、印つけたとこ、ここら辺だね。ここら辺にあったんだよな。どこだ？どこだっけ？こっちか？あれ、どこだ？印つけた。ん？なんか使わってる。使わってる。こっち？ここ？あ、ここら辺？のことか。ここら辺のことかな。もうこれで、コツコツと、やるのもありかと。そっちにもあるね。さっきの人あれかな、今日ここレイドしようって見に来たんかな。あ、そうだ、屋上の屋根逆にするやつのやり方を、そうだ、調べようと思ってて忘れてたわ。結局から屋上登ってこられちゃうもんね。まあ2階には何もない2階には何もないんですけど、ないんですけど、ないし、物資的には全然美味しくはないと思う。ここの拠点やったところで。ただこっち側、こっち側の方が、こういろいろ、キノコが食べたくてね、私は。キノコが食べたくて、雪山にはキノコがないんですよ、キノコが。それが寂しくてね、こっち側に拠点を設けたら、もうキノコ食べ放題じゃない、ほら。もう大好きだ、キノコ。本当にキノコがね、もううまいんだ。ここのキノコ。ほんで。ベリーもあるし。で、間違えちゃうから、こうして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 植えとくと。で、我はどこへ行く？我は、違うな、こっち側に行ってみようと思ったんだ。もっと。そう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 。ただ人が住んでる家があるから、ちょっとそれがね、不安ではある。ほら、あそことか。家密集地、あれ友達同士かな。2個お家ある。ポテト。ポテトも、間違えちゃうから、こうして、一回植えとこう。よし。ブースト終わっちゃうな、これ。あ、でもなんかちょっとあるか、こっちに。ある？あるね、ちょっとある。クマがいる。クマゴロがいる。ちょっと。いいか、大丈夫か。石掘りたいだけなんだから、クマゴロちょっとじっとしてて、何にもしないから、マジで。大丈夫か、向こう行ったか。ブースト割っちゃうって、こんなのんびりしてたら。まあでも1回に810は結構大きいと思う。そんなに前、統計を取ったわけではないけれど、もっと取れてなかったはず、1回のカンカンで。おっと、
鉱石発見、鉱石発見。え、ここなんだ。なんかすごいとこに来てる。どこだ。ウォータートリートメントだ。潤いそうな、髪がサラサラになりそうな場所だ。ウォータートリートメントってマジなんだろう。あ、浄水場か。ウォータートリートメントって浄水場ってこと？もしかして。違う？そんな気してきた。別に髪の毛がサラサラになる場所じゃないわ、多分。ウォーターをトリートメントするんでしょ？っていうことは浄水場だ。違う？これ正解じゃない？やっぱ日本のゲームじゃないんだよね、確かラスト。日本のゲームじゃないからちょっと名称がやっぱ独特なんですよね。独特っていうか、日本語の浄水場とかなんとか場みたいなさ、日本語で分かりやすいやつじゃないんだよな。絶対そうだ、ウォータートリートメント。でも浄水場って敵いないでしょ、普通。いんの？別に浄水場っていうだけで。ちょっと、一旦周り見てみる。これを、石を砕きながら。人がいるかどうか。お馬さんいるか、お馬さんで来るっていう手もあるよね。武器持って一旦。ちょっとここだけ買ったらちょっと様子見よう。何があるのか。ぱっと見何かあるって感じには見えないな。ウォータートリートメントとか。ぱっと見人いないけど、すごい広いな。ちょっと、次回行ってみるか。ありだな。これ砂漠なのか、ここら辺は。ほうほう、砂漠なのね。なんかでも、ぱっと見人がいるようには見えなかったけど、あ、どこも光ってないとかあるの？モニュメント回ってる人がいるね。ラージオイルリグがオンラインになったってことは、そこを攻めてるよってことだもんね。よし、キノコでお腹いっぱいになってる。キノコでお腹いっぱいになった。鉱石よ。鉱石下にある。うわ、見えちゃった、見えちゃった。これ攻めすぎ。なんか来る。大丈夫か、ここ。ちょっとマサルコにしては久しぶりの遠出だよ、これ。最近ずっとお家作ってたから。やっぱあんまり動画にしてもしょうがないなと思って、お家を、お家のあの強化とか。そこら辺も怖いな。山のこういうとこって目立つよね。まあいいかも、目立っても。私今そんなに強い武器も持ってないし。なんで、なんで。まだブーストしてる間に少しでも宝石を。あれ、石だらけだな。みんな石いらないんだな、今。もう、石のいらない世界線なんだな。まあ、マサルコもそこまで来てますけどね。そろそろ火薬とかね。ただもうその頃にはいつも終わっちゃうんだよな。でも今回はまだレイド耐えた。一回、一回、昨日。昨日家を半分壊されたけど、立ち直った。とか、そういうところを。あ、ここすごいけど。あ、熊が、熊五郎じゃない。違う？許してやろう。
つ復讐来るか、復讐に。来るかな。ちょっと逃げた方がいいよね、多分ね。いや、攻めよう。私は攻める。攻めの姿勢。熊五郎ごときに驚いてっちゃ何もできないぜ。この銃声によって人が来る可能性はあるけどね。あ、もうブースト終わってるわ。いつの間にか。帰ろう。一旦。あれ、ブーストの時間短くない？そんなことないです？グリーンベリー。で、クマゴロこっち行ったよね。まあ、いっか。追っかけてもいいことないな、きっと。あった。ちょっといいことあった。で、こうして、こうして、こうして、植えとく。次の人のために植えておく。宝石あるけど、熊五郎、もうどっか行ったか。まあ、ブーストしてないけど、あるから、やっていこう。もう作業用に皆さん見てくださいねってオープニングに言えばよかったのにね。もう あーだいぶ取れたわ。取れたベリーを上ん、なんで植えらんないんだ。よし、帰ってるね。ブースト期間、すごいマックスの、何、鉱石ティー4つのやつでやったけど、普通の鉱石ティーより持続時間は短いような気がするのは、まあ、それこだけですか。前もうちょっとなんか、長かったような気がするけど、いろいろあれか、ウォータートリートメント見たりしてたからか、単純に。あれなんだろう、してたからか。こうなってくるとかまども足りないな、4つじゃ。ここへ来て。もうそろ終わるサーバーにて。でも最後はウォータートリートメント行ってみたい。何があるのか。ハニワトリさんどうも。なんか行かない方がいいのにっていうね。なんか天の声が聞こえてくるけど。いやー、行ってみたいじゃない、どうせじゃ。行かないわよ、マサル子多分入り口でもやられるぞ、あいつって思ってるかな。でも、パッと見人いなかった感じがするけど、あれ、なんか地下にきっと降りる、なんか入り口があるんじゃない？フェリー乗り場みたいに。そんで、そこに行ったら、いるんじゃない？そこに行ったら、なんつうの NPC っていうか、そこの守ってる兵士たちがいて、撃たれる。何？誰？鹿さんの音じゃない？これ大丈夫じゃない？鹿さんか。鹿さんちょっと、いや、かわいそうだからやめよう。鹿さんあっち行きな。私は今、食料にはね、困ってないんだ、今。川があって、やっぱ、かぼちゃとかもろこしがね、生えてるんですよね。だから、狩り、お肉じゃなくても、私、ほら、キノコ生え放題じゃん、ここらへん。ちょっと、見といて。キノコ生え放題だからさ。キノコなんだかんだね、キノコがいっちゃうまいんだから。さっき私の家の周りをうろうろしてた人はどこに行ったんだ？大丈夫か？これ変な形だからさ、あれだよね、もう、なんか、登ってこれないところを作るとかいう次元じゃないよね。水飲んどっか。さっきの人水飲んだかな。どうぞご自由にお飲みください、お水は。皆さん。
よいしょっと。ここ、強化しないとまずい。あ、止まってる。ちょっと。もう木がなくなったけ？あ、終わったんか。あー、そういう感じか。何を。こうしてこうしてこうして、でここはこうしてこうして、ちょっと多いけどこうで、絶対かまど足りないよな。かまど足りない問題。で、木ね。木ね。はいはい、木ね。これ上に、どっから使うとか把握しとかないと、なんか、ぐっちゃぐちゃになりますよ、これ。ここ満タンにしとくでしょ。で、一旦ここにこれしまう。いや。いや、いいか、それで。で、この木が邪魔。結局ここもいっぱいになるから、上が木、下も木やないか。下も木やないかで、ちょっともうどうしたらいいこれ。まあいいか、まあいいか。まあ一旦ね。ここ同居、ここいろいろ同居してる。同居してる感じ。で、で、普通の鉄、出来上がった鉄は、ここ。で、石がここ。あれ？石？待って待って、石がこっちにあるんだったら、ちょっと待って、ここっちを石にしようよ。こうして、こっち石にして、で、こっちを鉄にする。よし、こっちを鉄にする。よし、で、ちょっと洋服ここに置いといて。んで、布は一旦こっちにしまう。で、こっちにベリーを置いとく。で、じゃがいも？じゃがいも？じゃがいも？なんて取ったっけ？じゃがいもってか、ポテトか。ポテトが取ってる。ポテト。これもここに。もう一旦ちょっと。こんな感じで、あとはじゃあ、ちょっとゆっくりここを焼いて、かまどをもう一個増やしたい気もあるけど、ここも強化。ここの強化か。ここをちょっと強化するか。鉄いっぱいあるから。一旦ね。それで強化して、強化するにはこれで、鉄があるから、鉄をもらいます。で、ここの枠はさ、こうでいいか。こうでいいか。これで強くなったか？なったね。強くはなった。ここもしちゃう？ちょっと維持費的にどうなんだ？維持費的に大丈夫？全然。問題ない。問題ないじゃないね。ないね。よし、これは強化だ。ここを強化する意味はわかん。いや、上だ、強化は。きっと。上から来るでしょう。ああ。上から、多分来るから、上の、あの、なんだ。いた。大体これ一旦閉めてね、閉じまり大事で、ここ強化する意味ないか。あ、この木枠がまずいじゃん。ここは強化したらもんね。ここ落ちちゃった。ここの枠は何になってる。これちょっと待って、枠が
ここ枠が木じゃないこれ。こう判定がむずい。と、ワク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 、ワクワクさん。あ、今一緒になった。あ、一緒になった。一緒になった。ここが。よし。ここで強くなったね、枠。ここらをどうするかだよね。強くしとく？ここ。いやー、別にいいか。どうせじゃあ強くしとくか。迷いどこですな。これは一周強くなってるよね。どうせドアで、ドアを割られて入るんだもんね。じゃああんま意味ないな、しても。今閉めた？ちょっと閉めた？今。閉じまりした？閉じまりしてあるわ。してあったわ。よし。じゃあこんなもんで、今回はだから、ウッドティーのスーパーウッドティー。ちょっとここ、むずいんだな、ここ、通るの。よしよし。ウッドティーとかを、ちょっと、使って、やってみました。だいぶ、ウッドはすごいけど、鉱石やっぱ見つけるのが大変だから、どうしても、ちょっとね、よし。あ、これをしまないと。よし。ということで、じゃあ、次回はちょっと攻めたいね、ちょっと。ということで、ウォータートリートメント探検という手もある。ということで、ご視聴ありがとうございました。次回ちょっと準備して、ウォータートリートメントを覗きに行きたいかなって思います。ご視聴ありがとうございました。今回は、ウッドティー&鉱石ティーを飲んだらどのぐらい取れるのか、実験をしてみました。結構取れますが、ウッドティーはやっぱ木がいっぱいあるからあれだけど、鉱石ティーはまあ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 っていう、まあでもあったらいいかなっていう感じでした。ご視聴ありがとうございました。次回お楽しみに。ゲームが上手になりたいな。もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントローラー握る。でも、いつもお母さんは似ていてばかりで、俺を。